皆さんおはようございます。2023年1月の14日石垣市からお送りしてます、衆議院議員の原口和弘です。今日はですね、佐賀の方では上根町の町議会議員選挙、仲間の当選目指して昨日もいろいろお願いをしてきましたけど、どうぞよろしくお願いします。告示日の挨拶回りのところに書いてますんで、さて、今日はまた共通テストですね。この1日目ということで、ただ受験生の皆さんに申し上げたいのは、まあ、当たり前のことですけど、試験が全てじゃないっていうことですよね。私は高校時代、この線路から外れたらもう終わりだと思ってた時期があって、で、まあ試験の日に起こった話を言うのはあれですけど、京都大学に1点差で落ちてですね、しかも理科の時間に鼻血が出て、まあアクシデントで1点差だったんですけど、もうその時にはなんと運のないことかと、もう自分の人生も終わりなんだって思っちゃったんですね。もう馬鹿げた話ですね。次に向けて頑張ればいい話で、でそれで浪人で合心寮っていう河合塾のですね、神奈川県は百合ヶ丘にある寮に入ってですね、まあでも良かったですね。そこで出会った友人たちが今も長くもう本当に人生を支える友人たちになってるんですよね。だから何があるあれかわからんと、まあ、私たちは共通一次試験のに入る直前の世代なんですね。で落っこってるもんだから、共通一次試験にもう受けなきゃいけない。でしかもその共通一次試験の前の前の日に食べた牡蠣ですね、友達が持ってきた牡蠣、それで全員当たってですね、もうこれはもう一回もう一年予備校なんだって思ったんですね。もう絶対絶命だから、もう朝までインベーダーゲームしてから共通一次試験に受けに行ったんですね。まあでも変な力が入んなくて結局受かったわけですけど、まあ一番最初に申し上げたいのは、人生万事最大が馬、ね、それは受かるに越したことはないし、受かったら嬉しいですけど、それだけだっていうふうには思わないでほしいなと思いますね。ただ勉強の仕方、この間も本願行で約束をした通り、私は次の5つの原則を自分に課して勉強しました。1、7時間ルール。もう一回ですね、人間の記憶にはショートタームメモリーとロングタームメモリー、長期記憶と短期記憶っていうのがあるらしいんですね。だから長期記憶に記憶を入れるためには7時間以内、私の場合はですよ、もう一回やるともう他に勉強しなくても記憶が定着するんですね。まあそんなことをやってました。それから2番目、右脳左脳の原則って勝手につけてたんですけど、理科の後に数学をやらない、国語の後に社会をやらない、つまり、まあ、自分で勝手に決めてるんですけど、右脳をいっぱい使うような数学の後には英語をやるとかね、そういうことをやってました。すごく私にとっては効率が良かったですね。それから3番目、スパンオブアテンションの原則、人間が集中してやれる時間というのは限られてるんですね。いっぺんに物が見えるっていうのは7プラスマイナス2って言われてます、心理学で、認知心理学の世界ではですね。で集中する時間も私たちの場合はだいたい15分ぐらいだから、それを超えて嫌いなものはやらないで、だん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 好きになっていったら時間を伸ばしていく。もちろん長くやれるんだったらそれでもいいんですけど、効率は落ちてきますからね、時間を決めてやるっていうことで、
4番目はルーティン化するっていうことですね。今日何をやろうかって考えながら勉強するってすっごい辛いんですよ。それに労力をかけてしまうから。で、そうじゃなくて実際に計画を立てて、いついつまでに何をやるっていうのを、あるいは朝の時間はこれをやると、よく3オンって言いますね。枕の上、馬の上、つまり移動中ですね、枕の上寝転がって、それからもう一個は川屋の上、もう今川屋とか言っても分かりませんけど、トイレですね。トイレにもういっぱい年表貼って、天井にも年表貼ってやってましたね。スリーオン、時と空間を味方にするということですね。それから5番目の原則は心善美、大きな志、これと勉強をリンクさせる。私は小学校の時算数が大嫌いだったんですね。分数の時間に肺炎で丸ごと学校行けなかったんで、でそれが結構中学まで高校まで続きましたかね。でも高校の先生が中原中也さんの詩をですね、テストの右の端っこに載せてくれてたんですね。その方はフィールド賞候補にもなった人ですね、寺田信明先生。そうするとですね、詩の美しさと数学のリズムが同じっていうか、美しさが似てるっていうふうに分かった瞬間に、もう数学が大好きになったんですね。不思議ですね。もう試験用紙見ただけでジマシンが出てたのが、もうどんどん数学来てくださいっていうふうになって、好きこそものの上手なれって言葉がありますけども、本当にそうだなと思いますね。今の5つ、7の原則、右の左脳の原則、ルーティン、スパンのバテンションの原則、ルーティン化、時間空間を味方にする原則、そして心善美、大きな志、感動とともに勉強するっていう、この5つをですね、自分の高校の時の勉強法ということで決めてたのを、大学に入って心理学を学んで余計にそれをですね、強化したものです。参考になったらどうぞ使ってみてください。さて、抑止力神話、よく原発神話って言葉がありましたね。でも抑止力神話でも、抑止力って言ってる人に限って、戦争屋の傀儡だったりするんですね。でそもそもですね、これイギリスも日本に駐留できるようにするんですか。ちょっと情報が断片的にしか入ってないんで、国会に行って確認しなきゃいけないんですが、日英安保同条約ですね、安保協定言ってもいいでしょう。ちょっと中身を今確認を急いでるんですが、もう本当にあっちゃこっちゃ、 NATO の3カ国みたいなことを岸田氏がやってますよね。でそれで外国の軍隊が主権国家にあるっていう異常さ、それはいつまでもやっちゃダメだと思いますよ。前にも申し上げましたけども、デュアルコンテインメントっていう言葉ですね。デュアルコンテインメント、日本は敗戦国でほっとくと再軍備して何やるかわからんと、軍隊を駐留させてこれでもって再軍備を防ぐと、自分たちに歯向かうことをやめさせると、そしてその抑え込んだ、封じ込めっていうんですね、コンテインメントっていうのは封じ込めっていう意味の言葉なんですけど、その封じ込めた日本で近隣の他の国を封じ込めていくという、これ安全保障の、アメリカで学んだ人は一度は聞いたことがおありになると思います。ダブルコンテインメントですね。だからその安全保障を他国のためにだけ提供してる国なんかないんですよ。それは当たり前ですよね。でこの駐留軍というものはできるだけ早くなくなった方がいい。そうしないとコントロール効かない。特に
トレーニーをその最初の不妊治にすべきじゃないっていうのはペンタゴンでも直接彼らにもあれ2001年でしたね、お話をしましたけども、なかなかその今 PFOS、PFOA のことについてもですね、あるいはそれこそ起こす事件、軍が起こす事件についても地位協定がまだ不完全で、こういう形ですね。で、まあ、地位協定の改定案というのを作りました。でももう そうやったものを作る人からですね、まあ、排除されていくんじゃないかなって、この26年間の国会議員生活で感じてます。まあ、この後あの尖閣諸島開拓記念の日で宗さん来られると思うんですね、鈴木宗男さんで、宗男さんも、まあ、ある意味ディープステートにやられた一人じゃないかなと。ソ連と当時のソ連、それからロシアになってから、交渉をしっかりやろうという人たちから撃たれていきましたもんね。だから私はあの嘆願書を出してるわけですね。日本のファースト、日本の国益をファーストじゃなくて、他国の傀儡の人たちの方があの政権を握るっていうんであれば、国の独立なんか、あるいは国民の安全、国の安全は守れませんよね。だから常時中流なき安保って鳩山さんがおっしゃった時、みんなせせら笑いましたね。でもせせら笑うような人がたくさんいることこそですね、おかしな話ですよね。まあ、おかしな話といえば、さっきあの有田芳生さんが井上議員のことを、まあ、井上議員が山上容疑者に甘ってれるなって言葉をかけてますけども、まあ、それを容疑者に言う前にご自身がやっぱり国会でこの関係を説明をしてくださるといいですね。そうでなくてもまた国会の議決に一票っていうのはもう勘弁してほしいなと思います。さてもうちょっとこれで次のあれになってきましたが、どうぞ皆さん良い一日を。こんな具合ですね、ちょっと外に出てるんで小さめの声で言ってますが、綺麗ですよね本当に。いつもはこの海岸をずっと歩くんですけど、さすがにまだちょっと痛いですね。今日は日が出てないんで、いつもここからの太陽をですね、皆さん楽しみに、明日は見られるかな、そしたら外に出たいと思いますが、ただ朝の飛行機が早いんで無理かも分かんないですね。じゃあ、昨日の夕日綺麗でしたね、ありがとうございます。このハイビスカスの花でご機嫌ようしたいと思います。波の音をお聞きになれますか。潮の流れがすごく速いんですよ。これご覧になれます？この潮の流れ、これね。どうぞありがとうございます。皆さんも良き日になりますように。じゃあ失礼します。